柑橘グリーニング病に感染したマンダリンオレンジの果実柑橘グリーニング病は柑橘類に致命的な被害を与える病害。中国名の黄糧病、台湾名の立ち枯れ病でも呼ばれる。感染するとまず歯に黄色いブチが生じ枝と共に変形していく。果実は成熟しても小さく表面に緑色のブチが残り苦い。進行すると徐々に衰弱して 枝の先端から枯れていき、最終的には枯死する。2008年現在では、感染した樹木を伐採除去する以外の有効な対抗策がなく、世界各地の柑橘類生産に深刻な影響を及ぼしている。キジラミによる媒介や継ぎ木によって、柑橘類の死管に原因病原体、キャンディデチャスライビリバクターが感染することで罹患する。CA ライビリバクターには、 アジア型 CA、ライビリバクターエイジアティカス、アフリカ型 CA、リブローバクターアフリカヌス、アメリカ型 CA、ライビリバクターアメリコネスの3種が知られている。なお、この病原体の正体は、現在グラムイン菌という点を除いて、未確定であるため、候補名として、キャンディディチャスが付けられている。アジア型は、暑さに強く、 摂氏30度以上の気温でも感染力を持つ。アジアを中心に、アフリカ、アメリカ、オセアニアなどで感染が確認されている。未完期ジラミダイアフォーリーのしとりによって媒介される。アフリカ型は暑さに弱く、22摂氏25度の範囲の気候区域で感染する。アシュの CA、リブローバクター、アフリカノスカペンス,スと共に、アフリカ諸国で発見されている。 ミカンとガリキジラミトライザエリスリによって媒介される。アメリカ型は南米の一部で確認されている。19世紀後半の台湾並びにインドではすでに同様の症状を示す病害が確認されていた。1919年にラインキングが中国南部で発見し、初めて学術的に報告した。1921年にはフィリピン、1928年には南アフリカで、 感染が確認された。1960年代には、太陽国北部のタンジェリン農園に感染が広がり、以降毎年火事の10分の1が枯死している。1980年代には7年間で、レイユニオン島の柑橘類火事のうち65%が失われた。日本では1988年に、イリオモテ島で初めて感染が確認され、以後、 徳之島以南の南西諸島に感染が拡大している。1990年代後半にはアジアで5300万本、アフリカで1000万本の果樹が h l b に感染していたものと概算されている。アメリカ大陸では1998年にミカンキジラミの侵入が確認された。2004年にはブラジルで初めて感染が確認され。 以降2008年までに80万本の果樹が失われている。翌2005年にはフロリダ半島で感染が確認された。2014年には30年ぶりの規模で病害が発生し、アメリカのオレンジ収穫に打撃を与えた。アメリカ合衆国では農業テロに利用される懸念から2002年に農務省の選択病原金リストに掲載され、 厳重な管理のもとでしか取り扱うことができなくなっている。ありがとうございます。